どうも、日常演舞です。今日はサムネにもある通り、東京チーズセレクションというお菓子を食べていきたいと思います。名前から考えると、東京にある様々なチーズのお菓子を集めた、でもいろんなお店が扱っているチーズを集めて、もう、すごいお菓子を作ったということでね、どっちなんでしょうね。まずは、中身、紙を破って中を見てみると、このようにあっています。では、もう、袋を開けた瞬間に、チーズのいい香りがしてきましたが、果たして味わった、そして中身はどうなっているのか、中は、チーズが豊富に使われているという割には、どうなんだろうな、これ。いまいち感じられない気がしますね。なんて言ったらいいのかな、まずくはないし、しっとりはしてるんですけど、そこまで強くチーズの旨味やコクを感じられるわけではない。よくはないんですけど、あのお土産お菓子より優先するような商品ではないかな。数が多いので、いっぱい楽しめる、いろんな人に配る分にはいいかもしれませんが、他にお菓子があるなら、そちらを優先した方がいいかなと思えるよう、思わずにはいられない商品ですね。本当に、まずくやないんですね。ただ、お菓子としても、お土産としてもらった時には少々物足りなさをが否めません。何が物足りないのかは、この後すぐ。ごちそうさまでした。セレクションと書いてあって、香りも良かったんですが、実際食べてみると、そこまでチーズの味が強く感じられるわけではなかったです。シンプルにしっとりとして美味しいんですけど、チーズの味が少し力不足で物足りない部分があるかなと自分は思いました。なので、お土産にもいいんですけど、他に美味しいお菓子があるんだったら、そっちを優先した方がいいかなと、舐めていて思いました。なので、今日紹介した東京チーズセレクションは全体的に見ると可もなく不可もなくといった味だったので3点とさせていただきます。それでは、風花で兵士癒すかなと心、戦場で荒んだ兵士の心も花で癒すことができたらいいんですけどね。というわけで、今回は東京チーズセレクションというチーズケーキを食べてみた動画でしたが、あなたは気になりましたか？もし気になったのであれば食べていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると、チャンネル登録をしていただけたらとっても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。演舞終演。